正義であれば、一人でも勝てる、だろうか。その前に、正義であればなぜそんな、窮地に陥るものか。王の権威、それは実際は特権で、その存在が1割の不幸を呼ぶ。現状、そんな理不尽の蓄積が、今を生んだわけだが。現れるせいか？それは果たして、その窮地に陥らなかったら見出せたものだったか。皇帝の存在は、あるいは世界的、脅威だ。それを倒せない理不尽を残し、昭和は終わって、王の権威は天皇家を出た。皇帝、それは、黄昏の狩人を書いたのは森宮である。その事実が認められたら、消えてしまう。そんな、脆弱な場所にある。籠池氏は言い張るし、野党はそれを信じるし、アベノミクスとはそれほどの成果でも、ない。事実を書き換えることさえできれば。だが過ぎた時間はもう戻らない。それ、を、作りたかったはずの。